北越方言、または、下越方言は、新潟県本土の阿賀野川、伊北、北貫原郡及び、東貫原郡で使用されている、日本語の方言である。新潟県の方言は、阿賀野川を境に大きく異なり、北越方言は、東北方言の北奥方言に属する。また、東貫原郡の方言は、南大方言に分類されることもある。百合、省内。 北越方言圏北越方言は、岩泉北蒲原方言と東蒲原方言の二つに分かれる。岩泉北蒲原方言は、東北方言の中でも最も、西日本方言の影響を強く受けた方言であり、文法には、西日本的要素がかな、り。同じく北大雨方言の中で、西日本方言の影響を強く受けている、庄内方言や揺り方言とともに、揺り、 省内、北越方言圏としてくくられることもある。特に、荒川水系で通じる小国方言とは、関わりが深い。一方、東貫原方言は、分布地域が旧藍津半領であった経緯などから、藍津弁などの南大方言との関連性もある。アクセントは、元泉北貫原方言、東貫原方言ともに、北大式アクセントである。 隣接する山形県西沖多摩郡小国町の小国方言も同種のアクセントである。ただし、村上市の三面地区には特殊アクセントの地域が、東蒲原郡阿賀町東部の福島県、境付近には曖昧アクセントの地域がある。イダンとウダンの母音は、中舌母音で発音され、死体、死体、ズ及びその濁音、自体、図の区別がない。 ズーズー弁である。また、母イン単独での、糸、絵も区別がなく統合している。語中または語尾の家業、他業は、窓、窓のように優勢化が起こる。一方、本来濁音のものは入り渡り、美音も伴い、また画業については美濁音、で発音される地域が多い。文法は、越後方言と共通の部分がある。北方言では、 西日本的要素がかなり流入していて、水量がタイ、大だろう、老、医師、勘誘が、う、大ロ老であるほか、沿岸部を中心に、あ行五段同士が、う、穏便となり、形容試練用形も穏便となる。また、カリルを、カリという地域があるなど、越後方言より、西日本的な部分もある。のでや、からにあたる、理由、原因を表すには、すけ、ええ、すけええケエえつげ、ス 手義などを用い、けれどもにあたる逆説には、どもを用いる。上一段、下一段活用動詞の命令型は、しれ、みれ、起きれなどのように、ひくれとなる。一方、東館柄方言では、西日本的要素がほとんどなく、あ行五段動詞や、形容詞連用型が、論、う、便、ん、にならず、理由、原因に、からや、柄が使われる。また、水量、意石に、べや、 米などを使い、逆説に、けれどもや、その変化形の、けれ女も、や、賢女もを使い、さらに方向を表す助詞に、差が使われるなど、南大方言と共通の特徴がある。村上市三面地域では、周囲とは異なる方言が話される。大鳥方言、三面方言を参照されたい。ありがとうございます。